Welcome to Saturday Take-chan Yumi-chan. We hope you're having a great time. Now, Take-chan is going to answer your questions. ほら、ワクワクすっぞ。はい、本日のご質問は腹黒羊さんです。どうもありがとうございます。腹黒羊さんも結構初期から質問いただいているイメージがありますね。なんか結構こう的確な質問をしていただけるイメージがあるんですが、なんかやっぱりね、結構この動画って面白いのが初期から見て、意外とこう見に来てくれてる方も言ってくれるんですけど、びっくりするほど前から見て、僕この前来てくれたお客さんにパカパカストレッチから見てるよって言われて、パカパカストレッチって何やっけと思ったら、実はこの動画を始める前に携帯で撮って一応あるんですけど、動画で初めにあるんですけど、もうだからズバババゴルフが始まる前じゃないかなぐらい、なんかちょっと撮って、ストレッチというか体操ですかね、パカパカストレッチ、股関節を動かす練習してたっていう動画っていうほどじゃないですね、まあ今でいうショート動画みたいなのを上げてたことがあったんですけど、そこ見てるよとか言われて、何ですかそれって言いますもん、その時にそういやあったなっていうレベルでした。もう本当ね、まあ初期から見ていただいてる方ありがとうございます。でまた後で新しくね、この動画にたどり着いていただいてくれてる方、本当にありがとうございます。まあ今後もできる限りいい情報をお伝えできるようにしたいのと、できたらどっかでやめたいと思ってますので、その辺も含めて皆さん見ていただければと思います。では質問に参ります。中つつまじいっていうんですか、これを、中つつ、ごめんなさい、僕漢字苦手なんですけど、中つつまじいお二人、むつ、はい、中、訂正があります、中、むつまじい、中むつまじい、はい、難しい漢字使うのやめてください僕ダメなんですよ漢字、中むつまじいお二人さんこんばんは。いつも生温かく見守っております。さて先日ドライバーを押し出していた時のこと、店員さんからインパクトロフトが25度とクラブがかなり寝ていてアッパーが強くフェースの下部に当たっているため球が高く飛距離をロスしていると教えてくれました。当然自分の打ち方が悪いと思うんですが、こういった場合シャフトやヘッドの選び方で少しでも改善に向かうことはできないでしょうか。素人考えだとロフトが立ったものを使うことしか思いつかないんですが、それだけではとても足りない気がしております。ちなみに自分のヘッドスピードは40と速くなく、その時のシダークラブはタイトリスト GT の10度のシャフトは天性 1K ブルー55の S でした。何卒ご教授よろしくお願いしますということですね。はい、ありがとうございます。ちょっと皆さん難しい漢字は控えていただければ、僕が読む時は巷とかね、ちょっとあれね、大体港って読むんですよ、大体ほとんどの方が気をつけてくださいね、皆さんね、お前ぐらいやって言うと思いますけど、はい、漢字苦手なんですよね。英語も苦手です。はい、まずこの生温かく見守ってますっていう表現がすごいいいですよね。なんか本当かどうかよくわからないぐらいがちょうどいいですね、僕らには。はい、まあ本当いつもありがとうございます。でインパクトロフトが寝る理由は打ち方以外にいくつかあります。まず、シャフトで考えられるのは長さですね。長さが長すぎる、次シャフト重量が重すぎる、あとはフレックスが柔らかすぎるあたりですかね。これらっていうのは全て体重が右に残りやすいです。要するにクラブが長いとやっぱ待たないといけない、で重いとクラブが落ちちゃうので、これも右に残りやすいです。さらに柔らかいと同じです、これもフェースが戻ってくる待つので右に残る。つまり右利きの場合、体重が右に残るとロフト、インパクトロフトっていうのが寝てしまうので、このクラブ的な要素でいうと、もう一回言いますよ、長すぎる、重すぎる、柔らかすぎるっていうのはインパクトのロフトが寝る傾向にあります。だからそういう意味ではこの辺はアッパー軌道が強くなって、どうしてもロフトがついてしまいますよと。で次ヘッドで言えば、腹黒羊さん自身が言われているように、やっぱりロフトを立てるのが一番手っ取り早いのは手っ取り早いですね。ですけど、例えば重心が深すぎるとロフトが寝やすいんです。要は後ろが長い、重心が深すぎるとこれもロフトが寝る傾向にありますから、ちょっと重心が浅いものに変えるとか、あとは、重心が深すぎると同時にスピンも入りやすくなるので、スピンが入ると今度また吹き上がってしまったりもするので、ちょっと重心が浅いものに変えるっていうのも方法ですね。ただあまりヘッドが重心が浅いものに変えるっていうのを勧めてますけど、やっぱ今度重心が浅くなりすぎると芯が狭くなりますし、まあ実際今度ロフトも立てすぎると捕まりが悪くなるので、僕としてはどっちかというとこの辺はフィッティングでもよく言うんですけど、シャフトで改善できた方がいいかなっていうふうには思ってます。だからヘッドで改善できるのはやっぱロフトとか重心なんですけど、この辺って変えてしまうと
結構デメリットもあるんですね。浅い重心にすると芯が狭くなる、ロフトを立てると捕まりが悪くなるってことなんで、できる限り合ってる、もう自分がそのロフトってそのヘッドが好きっていうんやったらシャフトの方で改善できた方がいいかなとは思ってます。とはいえやはり打ち方も当然ゼロではないので、まあ、これさっきから言うように右に残るとアップが強くなる、できるだけ早く体重を左にシフトするんですね。左にシフトする、だから自分が早く左に体重乗っていくっていうのもお勧めしてます。あとまたドライバー、これね、これは皆さん知っておいてください。僕はフィッティングの時に絶対言うんですけど、基本的にドライバーとアイアンって打ち方がほとんど一緒になります。つまりドライバーがこういう打ち方の人ってのはアイアンもダウンブローで打てない可能性が非常に高い。つまり右残るからアイアンもまあどう言ったらいいんですかね、ほぼゼロか下手したらアッパーになる傾向にあります。だからアイアン、結局ドライバーとアイアンって打ち方が一緒ってさっき言ってるので、ドライバーのアッパー軌道を減らすのは実はアイアンのダウングローを増やせば結果的にドライバーも治るっていう、これはもうね本当に面白いぐらいスイングっては連動します。クラブも連動性がありますけど、スイングも絶対連動性がありますから、例えばドライバーのアッパー軌道を減らしたいっていうのだったらアイアンをもっとダウンブローで打つ練習するっていう方が、実は短いクラブで練習する方がやっぱり効率はいいですし、スイングつくのは僕いつもアイアンって言ってるので、アイアンでダウンブローする練習っていうのはドライバーのアッパー結果的に減るようになります。これ結構効果でかいので、ぜひアイアンの方で練習することをお勧めします。さっきから言うようにスイングっていうのは基本連動しますから、やっぱりスイングを直すにはクラブの長さが短いアイアンの方がやっぱ効果的なんですね。ぜひこれ参考に、まあ、クラブ的にはさっきから言うシャフトの部分をちょっと見直すのと、スイングとしてはアイアンでダウンに打つ練習をする、これが結果的にドライバーのアッパー軌道を直すにはもってこいなので、まあ、そういう風にやっていけば治ってくると思いますので、はい、ちょっと最後の方真面目になりましたけど、初め何を話してたかもわか、まあ、別にいいんですけど、あ、そう、漢字です、漢字、あ、皆さん難しい、これね、質問の時に僕が読む可能性も、最近ね、ゆみちゃんがね、いろんなところ点々としますから、もしかしたら僕が読む可能性も十分ありますから、難しい漢字には振り仮名を振るか、できれば全部ひらがなで書いていただくことを待ちで、ということでバイバーイチャンネル登録、高評価で、ね、たけちゃん、ゆみちゃん、動画にすぐにアクセス、チャンネル登録よろしくお願いします。